はい、おはようございます。モトサッチチャンネルレジストのランです。今ね、ハリテラスを、まあ、出発してね、まあ、かなり時間は経ってるんですけれども、メタセカイア並木にね向かってます。奈良県ね、いろいろ通りました。全然ね、下調べも何もないから本当ナビに従って進んだんだけど、法隆寺のね前をね通ったみたいなんですけどね。まあ当然ね、法隆寺に寄る時間はないんですけれどもね、なんかね、法隆寺前駅、法隆寺駅前、バス停なのかな、なんかがあったんですけれども、そこも通ったんで、ああ法隆寺この辺なんだろうなとか思いながら、通りました。奈良もね、いろいろその史跡というかね、すごい観光スポットもたくさんあるんでね、まあ、奈良の方もね、今度、まあ、奈良公園もね、確かに餌やりに来てもいいかなとか思ったりもしてますけれども、またね、奈良の方にも、訪ねてみたいと思っております。まあ、今ね、琵琶湖の横を通って、進んでるんですけれども、ね、まあ皆さんもねご存知の通りね、琵琶湖ねめちゃくちゃでかいですよ。どこまで行ってもね琵琶湖が続いてる、そんな感じですね。ほんとね、ずっとね、今ね右手にね、琵琶湖のをこう見ながらね、北上を続けております。あ、見えてきましたね。あそこに並木が、見えてきました。メタセコイアの並木になります。まあここもね、いろいろその YouTube とかね、いろんなものでこう見たりしてね、すげえなー、来たいなーって思ってて、そこなんですけど、すごいです。やっぱね、噂にたがわぬね、すごい並木がね、こう道路の両側にね、こう乱立じゃないな植わってます。一度ね、山口県のね、メタセコイアのね並木にも行ったんですけど、やっぱね本家はねすごいね、すごい並木になってます。こう緑にね包まれるっていうかね、そんな感じですね。でね、結構ね距離もね、まあ、途中でねこういうレストハウスみたいなのもあってね、ここでみんな車止めたりしてね、散策するのかもしれないんですけど、結構ね、長い距離こう並木がこうで、ここ真っ直ぐな道で並木が、続いてるっていう感じですもんね。ほんとね、すごいなぁと思いますね。本当はね、この中にね、泊まってね、写真もね、撮りたいんですけれどもね、一応ね、駐停車禁止みたいなのが書いてあったんで、一応ね、泊まらずにね、スルーしようかな。でも一回だけでスーッと行くのもね、なんか、もったいないなぁとか思ってるんで、一往復半ぐらい、行ったり来たりしようかなと考えてます。ほんと気持ちいい感じの、風景になってます。まだね、いらっしゃったことがない方はね、ぜひともね、このメタセコイア並木もね、訪ねてみられるのもねいいかなとか思ってはおります。でね、この辺でね終わったのかなとか思ったら、またね、向こうにね、並木がね続いてるみたいで、もうしばらくね、並木が続くみたいです。まあ、こっちの方はね、あんまりその、まあ、周りはこう田んぼっていうかね、こう開けた感じなんですけど、まあ、それさっきのね車止めるとことかもないみたいなので、あんまりこう人がね止まってどうのこうのっていう感じではないみたいです。でもね、ここら辺もね、すごいね、まあ、この辺ならね、車っていうかね、バイク止めてもいいかなって思ったりも、してるんですけどもね、なかなかね、あまり止めちゃいかんかなと思っているので、とりあえずね、スルーをしながらですね、こうね、進んでます。
もう終わったのかな、終わったのかな、これな。